ビールはやめられない。変わりました。巡ってきますよ。ポッキングしています。はい、今日は今からサンドランのイベントがあって向かってるんですが、めっちゃ暑くてフェイクレザーのパンツ履いてるからめっちゃ暑い。行ってきます。え、めっちゃ綺麗。わかるかな。今この右上乗せただけだ。これ何番でしたっけ？500番。500番。500番。え、かわいい。ピンクが入りました。めっちゃ綺麗。え、かわいい。13番を持ってみる。めっちゃ綺麗。顔はグロスみたい。キャンディーなのに。キャンディーグレイズ。キャンディーグレイズです。はあ、やばい。マジで暑すぎた。てかシャドウがマジで可愛いんだけど、キラキラをね先に塗ってた。すっごい可愛くって、私もアイシャドウいただいたんだけど、後でまた見せる、見せる、忘れなければ見せます。じゃあピラティスに向かいます。ピラティスが終わりました。久々のダニエラ。マイルス初ダニエラ、どうですか？ミーティングが終わった。はい、今からケイスキとご飯に行きます。韓国で買ったハートワンデーエディションとかいうブランドのハートのネックレスと、これはビジュアルエイドで買った。全部韓国。うんじゃん。毎日。お餅を切りなか。お餅切りなか。終わりなか。終わりなか。I'm a YouTuber, YouTuber. ハイナマリが上手。ハイナマリ、ハイナマリ。いやー、出たいわ。アリサの YouTube に出ることが夢です。もう何度も出てます。で、ケイスケが最近新しくお香をリニューアルしたんだよね。私が毎日炊いてる大好きなお香。リニューアルなか。今日はケイスケとディナーしてます。カー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 ね、よし、そう、来たんだよ、ねえねえ、ほんと地球からパーン開いて、よっしゃーって感じのね。え、なんか、たば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 って感じなんだ。もうザバーンって感じだと思った。でもザバーンもあった、その後で。じゃじゃーん、ソンミちゃんのアンドミールのロールキャベツともち麦。まあ、今からエステに、また、若返りの肌の細胞を若返らせるやつ、前言ったかもしれないけどヘイリーとかもやってるらしくて、サロンドコループに行きます。今日はすごい夏な格好です。顔はダルバのこれだけ、いつも使ってるやつだけで、で帽子とサングラスでさらに日焼け対策してます。本当はちょっと色のあるリップとかを塗った方が血色感が出ていいんだけど、ちょっとそれもめんどくさかったので、そんなにも
塗らずにいます。すごくトーンアップしたし、ちょっとなんかシュッとした気もする。これでお肌の細胞から若返らせます。はい、今からですねお友達のお家で神宮花火を見ます。でワイン今買って、これすごいいいの、ワインのバッグ、ワインが入るバッグ、ワールドイズマインと、お寿司をしながら買いました。行ってきます。今日はチークもリップもナーズで、チークオーガズムで、多分リップもオーガズムだと777かなです。かおりさんのお家にお邪魔してます。セレブセレブのお家してます。すごい天窓もあるんだよ。そうなんですよ、天窓を作って、まあこうやってね、中がごちゃごちゃするので、基本的にはすべてしまえるように。いや、本当に生活感がない。それからですね、こういうところもですね、デッドスペースになりがちなところはすべて、あ、回るやつだ。回るやつにしてみたり、まあ全部こう、なんかね。でですね、外にゴミが出るのが絶対に嫌だったので、うんうんうん。ご飯のゴミをね、分別しながら入れれるように。で、ほら、これだとさ、これ作業が別にできる。確かに。っていうのができる。あとですね、何が一番すごいってあの食洗機は食洗機であるんですけど、え、待って、何ですかこれ、ん、ここも開くの、これは食洗機、これはただの食洗機、ほう、でかい、なんだけど、何、手で洗うものもあるじゃん、チョコチョコみたいな、その時にここにカゴが乗るでしょ。そうするとキッチンって、すごいキッチン、すごい、ドライエリアってこと、シャワーとかが上にあるのがすごい嫌じゃん。はい、だからこれを掘ってもらって、この下に入れるんです。すごい、もちろんもう一枚本当はあるんだけどね、うん、で、それでもいいんだけど、普段はこういう感じにして、なんでこう引きで見た時に何にもない。確かに、え、だって本当にすごい、何もない、絨毯がふわふわふっかふかです。え、ここ自然光来るんですか。そうなんです。すごい、最高。この壁の収納がすごいんですけど、見せてください。すごい、これはすごいんです。本当にすごい。愛の機械が出てきてるんですよ。かおりさん、アイロンかけるんですか。かけませんが、かけるんです。本当にすごい。いいな、夢みたい。玄関入って、この意味のわからないライト。意味がわからない。意味がわからなすぎる。これは違う。私が漆喰のやつ、今来たのかな、すごい、部屋の方に、キャー、夢です。かっこいい、私のこんな格好をしたいいなー、いいなー、すごい、いつか巡ってきますようにこれが狙い目です。シアタールーム、すごい、はい、おはようございます、という時間ではないんですけれども、今日ばかりは時間は教えられませんまあお休みなのでいいんじゃないでしょうか。ということで今からねパッキングをするんだけど、まあその前にちょっとシャワー浴びて撮んなきゃいけないのがあるから写真撮ってパッキングをするので、宮古にね、明日から宮古島に行きます。しかも5泊6日で、子供4人、大人4人で行ってきます。なのでパッキングの様子を、まあ、この Vlog に入れられたらいいかなと思って、まあ、サクッとだけどね。はい、なので、あ、やばい、夜最近さレチノールを塗ってて、だから日に当たっちゃいけないんだよね。まだ顔も洗ってないのでシャワー浴びてきます。はい、今からマイルズとディナーをします。
てマイルズの実家に。すごい曇っちゃった気温差で。私の言うことを聞かないから日焼けで真っ赤で、日焼け止め車にも入ってるのに、ちょっと無視しないで。曇りだからってね、ダメよ。太ってもビールはやめられません。コンビニにスイーツを見に来ました。ママがなんか、あ、これだ、ドラモッチ、これが美味しいってくれた。この間買おうかな。チプヨもうまいんですよね。こういうの大好き。これも大好き。だからもっちり系って言ったじゃん、うち食べたいもの。はい、というわけですごい格好なんですけれども、今パッキングしています。もう嫌になっちゃいそう、本当に。まあざっと紹介しようかな。まずなんか青汁とかビタミンのサプリとか、あと風邪薬ね。これとかもさ、入れ替えたいんだけど、酸化しちゃうのが嫌でさ、しょうがない。で、スピーカー。これ、防水でいいんだよね。ゴーッと一回出すか。キャー。浮きはいるかな？で、宿に洗濯機があるので、洗濯はできるんですが、私はいっぱい持っていきますよ。まず、これね、前にも、YouTube ライブでも説明したサークルクワイのタオルで敷けるやつを2つ。で、メイクポーチ、メイクブラシ、ドライヤーをダイソン持っていきたいので、ダイソンのドライヤー、あと宮古では毎回ほぼ使わないんだけれども、一応コテを持ちます。服はすんごい量持ってこうとしてて、整理しないといけない今。浮き輪持ってく、まあ持ってくか。プラダの浮き輪なのこれ。可愛くない？いただいたやつ。持っていきます。ついにこの浮き輪を膨らます時が来たぞ。で、ニットのバッグ。これすごいいいんだよね。雑に扱えるし伸びるので、結構こういうリゾート地行く時に結構使っています。で、念のため、荷物増えた時用のエコバッグ、あと帰りパッキングがだるくなった時用のエコバッグ、てかあのセカンドバッグというのかな、とインティミッシミのパジャマで、もし寒かった時用の長いズボンのパジャマ、これかさばらなくてすごく好き、と絶対に持っていく、T シャツ、大きめの T シャツ2枚、これはね絶対持ってきます。で、洗濯機があるので、ね、洗濯ネットを持っていく。洗濯ネットもあった気がするんだけど、一応洗濯で、で、あと水着、ちょっと水着一回出そう。1、2、3、4、1個パンツだけよ。上をなんか持ってこう。水着で、ここに下着類が入ってます。で、セルフィー用の棒で、サングラスは1、2と手荷物で1個、3個。で、帽子もさ、すごい数あるんだけど、1、2、3、4、5、6、7。日にちと合わない。しかも全部同じ形です。バケハだけで5個、6個。絶対いらない。これちょっと要検討だわ。考えよう。あと、この間買ったボッテガの水着。まあ、私服として持っていい。と、ナイトブラでしょ。あとこれロンドンで買った、こうなんかさ頭にこうやってつけるやつ。あとヘアバンド、最近お気に入りの、ずっとヘアバンドしてる。アレンジしなくていいのですごく楽なんですね。で、あとキラキラのバッグ、ちょっとなんか夜もし出かけるとかなった時は。あとスキンケアとか日焼け止めをめっちゃ持っていくので、すごくあります。日焼け止め 5本、5、6本持っていく。あのサンゴに全部優しいやつなんだけど、もう死ぬほど塗ると、もうどうせ焼くんだけどね、焼きながら塗るので、よいしょ。で、パックいっぱい
と。まだ洋服を入れてませんからね。なのにほぼパンパンよ、もう。やばいです。あとシュノーケル。本当に私は何を考えているのか。なぜこんなに物がいるのか。自問自答です。すいません、あと1個。ストラップがついてる靴、クロックスなんだけど。で、ビーチ用のバッグ、プラダ。胃薬。なんか胃がね、韓国ですごい。さ、韓国で買った胃薬。やばい、もう1時半なんだけど眠い。文句言ってますけど自分のせいです。え、やばいんだけど、服を1着も入れてなくてこの状態なんですよ。で、入れたい服がここにこんなにあるんだけど、キャーン、どうしましょう。私で、これをやった後に私服をね、あの、何がいるかなっていうのを目で見てコーデを組んでいるわけですよ。でトップスはトップスとか言って並べて、チールームのやっぱカップ付きキャミがもう大優勝なんですね。旅行中は全部チールーム、トップスほぼほぼ、てかもうほぼ上一緒やんって感じだよ。なんか夏っぽい可愛い服とかも持っていきたいな。どうしよう。はい、ということでですね、もう分かんなくなっちゃったよ。とりあえず日数より全然多い分の服を入れて持ってって、まあ、考えますわ。ということで私は明日から宮古島に行きます。ワンピースも1個持ってて、これすごい使ってる。このワンピー昔ショップホップで買ってさらっとパッて着れて海の時とかすごいいいんだよね。かわいいし。はい、じゃあパッキングがざっと終わったので寝ます。おやすみ。